ワシントン DC の記念額ウェブスター・アッシュ条約は、1842年8月9日に、米間で調印された条約である。アメリカ合衆国と、当時イギリスの植民地であった、カナダの間の国境にあたる、メイン州とニューブランズウィック州の境界線の位置を、めぐる紛争を解決した。その他にこの条約は、以下の項目を含む、 1783年のパリ条約ですでに定義されたスペリオルコとウッツコの間の境界を詳細にわたって決定。1818 18年条約で定義された国境線の位置が東海岸から西はロッキー山脈まで北緯49度線上であることを再確認。公開での奴隷貿易を完全に終わらせることへ両朝印国が協力、実行。 五代子の共有についての条項に合意した。条約はアメリカ合衆国国務長官のダニエル・ウェブスターとイギリス数密顧問官の初代アッシュバートン男爵アレクサンダー・ベアリングによって署名された。条約を記念する額はワシントン DC の調印がなされた旧国務省跡に置かれた。この条約が原因で地理的におかしな点が生まれた。 アメリカ側の要塞フォートモンゴメリーがニューヨークの北東部カナダの国土に建設されてしまっていたためニューヨーク州とカナダの間の国境線をセントローレンス側から東のバーモント州の間のみ北緯45度よりも0.75マイルほど北に調節して放置されていたフォートモンゴメリーがアメリカ国土に入るようにしたこの条約はメイン州とニューブランズウィック州の国境線沿いで 起こっていた非公式な戦闘に終結をもたらし、キャロライン号事件と同様にインディアンストリーム紛争の原因となっていた問題も解決された。係争中の領土を二国間で分けることで国境線を取り決めた。イギリスは希望していたハリファックス市からケベック市のルートを確保した。またこの条約の結果としてアメリカ合衆国と カナダ国境の西側の部分に一貫性のあるように修正された。そのためアメリカ合衆国は北に国ずかの土地を手に入れた。クレオール号事件については両国とも条約で話し合わなかった。結局、この条約における唯一の敗者は元々の地域の居住者であったブライオンである。彼らはアメリカのメイン州と 英領カナダのニューブランズウィック植民地の間で土地だけでなく民族までも2カ国に分けられてしまった。ありがとうございます。